ルイージ・ケルビーニは、イタリア出身のフランスの作曲家、音楽教師。本名は、マリア・ルイージ・カルロ・ゼノービオ・サルバトーレ・ケルビーニ。6歳の時に、音楽家の父親から、音楽教育を受け、13歳までに、宗教曲をいくつか作曲した。1778年から1780年まで、ボローニャとミラノで音楽を学ぶ。1788年に、 パリに定住。翌年にオペラ作曲家として不完全な成功を収める。最初の大きな成功はオペラロドイスカで、この作品は間に迫ったヒロイズムが賞賛された。これに続くのがケルビーニの最も有名な作品であるメディアと二日間、または水の運搬人である。しかし、大歌劇場から締め出されていたために、 ケルビーニは作品を小さなドゥラフ・ォワール・サン・ジェルマン・座で上演せざるを得なかった。理想主義や独立不きといった気骨や作品のとりわけ厳粛で高媒な性質のためにケルビーニは当時の人気作曲家たり得なかった。とはいえ1795年になるとケルビーニの運は心持ち上向きになり音楽院の視察官に任命された。1805年にケルビーには ウィーンに招聘され、オペラを作曲して、手図から指揮するように依頼された。翌1806年に、ファニスカの上演が制作されると、とりわけ、ハイドンやベートーベンの熱心な支持を勝ち取った。ケルビーには、劇場での不運を嘆いて、徐々に宗教音楽に向かい出し、7つのミサ曲と2つのレクイエムのほか多数の商品を作曲した。この間ケルビーには、 王政復古の下で王室音楽監督にも任命された。1815年にロンドンフィルハーモニック協会の異色で公共曲、演奏会用序曲、オーケストラ付き合唱曲を作曲。これらの上演のためにロンドンに渡って指揮を行い、これによって一層の国際的名声を勝ち得た。ケルビーニとショパンの明るい16世の処刑を悼んで作曲された。 レクイエム派担長は非常に大きな成功を収めた。この作品はベートーベンだけでなく、シューマンやブラームスにも絶賛されている。ハンス・フォンビューローはこの作品をモーツァルトのレクイエムよりも優れていると評価した。なお、ケルビーニ自身がハイドンやモーツァルトの支持者だった。1822年にケルビーニはパリ音楽委員長に就任し、 1835年に皇帝ジャック・アレビの補佐を加えて大砲と風画講座を上司した。81歳でパリに英民した。墓はペール・ラシェーズ墓地のショパンの墓の4つ左隣にある。1820年代にロッシーニの花々しい声楽の技巧を凝らした輝かしく厚っぽいオペラがパリに上陸すると古典的な厳粛さを備えた。 ケルビーニのオペラは、グルックやスポンティーニらの作品と同様に、時代遅れになった。しかし、メディアは、主役を演じられる歌手が間に合えば、時々復活することもある。現代でこの作品の復活に、最も貢献したのは、1953年に、ビットリオ食いの式で主役を演じたマリア・カラスの、フィレンツェ公演とされる。もう一つのオペラ、アベンセラー族は、 カルロ・マリア・ジュリーニの指揮による1957年のフィレンツェ公演でイタリア語歌唱により復活した。レクイエム波端長を現代に復活させた中でも最も著名なのは1950年2月にトスカニーニが指揮した NBC 交響楽団の録音である。現在ではリッカルド・ムーティなどによってミサ曲の録音も行われるようになったほか、 古学オーケストラによって、ハイドン追悼の音楽やレクイエム、メディアが録音されている。また、ムーティは、ケルビーニの名を冠した、ユースオーケストラである、ケルビーニ還元楽団を発足させた。ロッシーニのフランス進出後に、オペラ界での名声が調落したため、今日さほど著名ではないものの、同時代の人々には高く評価され、ベートーベンはケルビーニを、当時の、 最も優れたオペラ作曲家と見なした。またケルビーニが執筆した大宝と風画講座はショパンやシューマン夫妻も用いたほどであった。作例にはフックス、マルプルク、アルブレヒツベルガー、サルティといった大家が並ぶ。パリ音楽院のみならず、英国王立音楽院他の授業で採用された形跡がある。ケルビーニの 大砲と風画講座は1835年が初版で1863年が第2版であるが、これはフランソワ・ジョゼフ・フェティスの大砲協定の11年後の出版である。つまり、ケルビーニがフェティス派についたことをこの本は示している。フェティスの協定より内容がかなり優しくされており、二重合唱と二台のオルガンの ためのジュゼッペ・サルティの風画で協定が閉じられる。風画化と大砲化を、後年のパリ音楽院は分けてしまったので、このような課題が実習できなくなってしまった。その証拠として、バクス、デュプレ、デュボアの教本にこの子はない。協定が終了後練習問題を大量に載せる、風習はケルビーニから始まった。教本の特徴として3000音や、 連続5度に関する規則が緩いことが挙げられる。広大の理論家はこれらを禁じている。ケルビーニのお寺作品一覧の参照。ありがとうございます。